東京ミニバーム、武蔵野西黒糖ドラ焼き、日比ゼクロドラ、株式会社青木屋は、東京都府中市に本社を置く日本の製菓会社。1893年9月創業。和菓子を中心に、土産和菓子、洋菓子などの商品を製造、販売する。1893年、大国魂神社の境内で菓子店を開いたのが始まりである。1950年頃には、 都内でも珍しかったアイスクリームを府中で紹介した。代表的商品は東京ミニバーム、武蔵野日市、ドラ焼き、ひびゼクロドラなど、和菓子だけでなく洋菓子工房も持ち、ケーキやシュークリームなども製造、販売している。評判の高い市に世店ゆえ、土産物として選ばれることも多く、代表的商品である武蔵野日市は、その形はまるで、 武蔵野の木々の小枝のようだと評され、2017年から3年連続で、モンドセレクション金賞を受賞している。府中市内のショッピングセンターである、フォーリス、ミナノに出店。東京多摩地区を中心として、直営店を12店舗、FC 店を1店舗の計12店舗を構える。ありがとうございます。